こんにちは、速稼塾の方です。まあ、昨今ね、やっぱり孤独という言葉は結構安売りされているような気はするんですよね。まあ誰しもがですね、自分は孤独だというふうに思いたいんでしょうけども、なかなかね、孤独っていうのはたどり着ける部分がないんですよね。そうですね、まあ中にはね、その家族と一緒に暮らしていて、で家賃を払ってもらって、電気代、水道代で、冷蔵庫の中のマヨネーズお父さんお母さんが買っている、そしてね、ご飯よって言われてご飯に行く、もしくは部屋に持ってきてもらう、なのに孤独だとか言ってる例もあるんですよね。まあ孤独という概念は人それぞれといえばそこで終わっちゃうんですけども、まあ、孤独ってのはそういうもんではなくて、もう誰一人と口を聞けないとかね、それからもう何日も他者に会っていないとかね、それこそ山小屋の一軒家みたいな感じだと思うんですよね。まあ、私が孤独と言って思い知るのは、まあ、大山増達というね、極真会の総裁でございます。もうお亡くなりになっていますけども、彼は修行時代、20代の頃ですけども、強くなるためにですね、自分を孤独に置きたいと山ごもりをしたわけですよ。山ごもりをして、そして人が恋しくなってね、孤独をどうしても手に入れることが難しくって、人恋しくって街に降りたくなった時に、片っぽの眉毛を剃り落としてですね、とても人前には出れないような姿形にして、人というものを立っていったわけですよね。そう思い出してみれば、桜井会長っていうのね、麻雀の桜井会長もこんなエピソードを残していて、勝負の前には人を立つっていうふうに言われてましたね。人を立つっていうのは、麻雀の試合に出る前なんですけども、勝負の前に出る前なんですけども、何日も何日も誰一人と会わず、誰一人と関わらず、何も食べずに、これこそね、山ごもりをして、もう虫や動物たち、山の動物たち以外とは関わらないようにして自然と一体化する、まあそんなね、人を立つっていうことをしてたそうなんですよ。とてもじゃないですけども、この2つの例を見ただけでも、孤独を追求するためにはそこまでの段階を経ないといけないのかなと思ったら、もう私なんてはね、孤独に憧れてるだけで、孤独を気取ってるだけでね、まあ、全然そんなことないなと、しまいにはこうやって YouTube までやっているというね、とても孤独にはなりきれてないなというところがあるわけなんですよ。だからこそ私は孤独ってものはどんなもんだろうとかね、憧れるわけなんですけども、こうやってね、街を離れて、ビジネスを離れて、自分一人になったつもりなんですけども、でもやっぱりね、家族はいれば、関わる人がいれば、飛んでくるメッセージがあって、昨日もね、オンライン焼肉やって、10名以上の方がね、参加してくださって、やっぱり人と関わるのってのはいいなと思うわけなんですよね。孤独、そうですね、ここで言えるのは、孤独っていうのとイコール寂しさっていうのは同居しないってことですかね。多くの方が勘違いされていると思いますけども、寂しさっていうのはあくまでも感情の一部であって、状態を示すものではないということなんですよね。寂しいと思うから寂しいわけであって、私はね、その寂しさっていうのは、孤独だからとかね、どっかに属しているからとか湧き出るものではないかなと思うんですよね。寂しさっていうのはそれこそ、楽しく笑っている時にでも感じることがあるのではないかなと、これは聖書の言葉ですけどね。寂しさっていうのはね、なんですかね、寂しさね、感じますね、やっぱり私もね、寂しさっていうのはね、精神的に孤立してるんではないかなと、思う時ですね。その孤立なんですよね、やっぱりこう孤独ではなくって、寂しさっていうのは孤立っていうものに関わってくるのかもしれません。今日はそんなところですかね。孤独を気取る人は多いということですよ。孤独なんてね、そんな簡単になれるもんじゃなくて、それこそ10万人に1人とか、孤独になった人は歴史に名を残すぐらいのものだと思いますよね。私の考えはそんな感じですか。だからこそ追い求めていく部分があって、でも孤独を求めるということは、ある意味ね、孤独になっていない温かさを今享受しているってことでもあるのかなということでございますね。で、本日は以上です。